皆様お待たせいたしましたお時間になりましたので再開させていただきますそれでは続いての講演に移ってまいりましょう本日最後の講演はクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン開発における心得と制作手法と題しまして株式会社東瀬シニアアーティスト浅野武様シニアアーティスト兼ゲームディレクター恵美克也様 そしてチーフテクニカルスーパーバイザー山口晴之様よりご講演いただきますこちらの講演は撮影録画録音はご遠慮いただいております SNS へのご投稿はテキストのみ可能となっておりますまた講演動画は後日公式サイト公式 YouTube チャンネルでの公開をいたしますが資料の公開は行いませんそれでは浅野様恵美様山口様 どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> 皆さんお疲れ様です、えー。本日最後のセッションですね。えー、よろしくお願いします。<laughs> えっとそうですね。じゃ早速始めたいと思います。クライスコアファイナルファンタジー7リユニオン。 開発における心得と政策手法の声の方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ切り替わる。あ、絵が切り替わってないみたいです。絵が切り替わってない。あれ。あそう、はい、はい <laughs> えー。まず自己紹介させていただきます。 本日は3人で声の方をさせていただくんですけども、3名とも株式会社当社の山崎スタジオというところで、今週の開発をメインに業務の方を行っています。私の方が浅野と申します。業界歴は15年で、最近はアートディレクション業務を行うことが多いです。本作ではアートディレクター兼アートの振興管理、イベントの制作フローを中心に担当させていただきました。よろししくお願いします はい、私がエイミンカ克也と申しますもともとはアーティストとして業務をしてたんですけど現在はゲーム全体の社内ディレクション業務を行うことが多くなってますで本作ではバトルとレベルデザインのディレクションを行いましたよろしくお願いしますはい、山口晴之と申しますコンシューマーゲーム開発をメインにスマホや遊戯機など幅広いプロジェクトに携わってきました 本作ではプログラムディレクターとしてプログラムの全般の管理や実装を担当しました本日はよろしくお願いしますはい、えー、では次に会社紹介の方を少しだけさせてもらいます、えー、株式会社東製、えー、設立して約40年以上、えー、ゲームを中心にさまざまなエンターテイメント事業を展開させていただいており、えー、制作してきたタイトル数も2300本と、えー、すごい数になってきています、えー、次に、えー、ここ近年の 開発タイトルを一部になるのですが、コンシューマーメインにご紹介させていただきます。左側がドラゴンクエストトレジャーズ、青木瞳と大空の羅針盤、右側がワールドオブファイナルファンタジー、そしてバンダイナムコエンターテインメント様より発売されているスカーレットネクサス、右側がアクアプラス様よりリリースされている歌われるもの、ロストフラグ、そして本港へのタイトルにもなりますクライスコア・ファイナルファンタジー7リューニオンは、 えトーセがメインで開発のをさせてていいただいておりますえ少し作品紹介の PV も見ていただければと思います夢を抱きしめろそしてどんな時でもソルジャーの誇りは放すな、えー、恋願い命育む女神の贈り物いざ語り継がう 君のの犠牲世界の終わり、はい、ありあがとうございいまますす、えー、改めてて作品紹介をさせていただきます、えー、クライス・スコア・ファイナル・ファンタジー・セブン・リユニオンは、えー、2007年に発売された PSP 専用タイトルである、えー、クライス・スコア・ファイナル・ファンタジー・セブンから、えー、HD リマスターにとどまらない進化を遂げた作品となっております。 グラフィックの HD 化だけではなくより快適で楽しいゲームとなるようさまざまな要素を一新また追加を行っています原作の売上は国内海外計250万本と多くのユーザー様に愛されている作品で15年の歳月を経て2022年12月にリリースされましたストーリーとしては FF7 の前日短が描かれており 主人公であるザックスの成長物語やヒロインとの切ない恋愛模様そしてクラウドやセフィロスといった FF7 に登場するキャラクターの過去が描かれている点も本作品の魅力となっております次に本講演のトピックスになりますまず1番開発の中で大切にしたこと えこちらですねアンリアルエンジンの部分は内容に含まれないんですけども次の項目に絡んでくる部分もありますのでどのような考えで開発を進めたのかというところを最初にお話しさせてもらいます次に2番 UE4 を活用したリユニオン開発3番が最適化事例のご紹介ですねその後と質疑応答の方をさせていただければと思ってます本講演では以下のタイトル名を略称で記載しております それでは一番、開発の中で大切にしたこと。まず最初に、スクエアエニックス様と開発初期にお話をしていた内容を説明させていただきたいと思います。約15年前のタイトルを蘇らせるにあたり、原作ファンや今の FF7 リメイクをプレイしてくれているユーザーに喜んでいただけるよう、重視すべきポイントと課題になるであろう箇所のお話を行いました。主な内容としては バトルの刷新、誘拐周りの刷新ですね、この2点に関しては、FF7 リメイクユーザーも親しみやすい形にした方がいいだろうというところでお話をしていました。そして、高品質なグラフィック対応とフルボイス対応というところで、イベントシーンが数多くありましたので、どのように移植をして、調整を行えるような実装にするかというのは課題でありました。 あと、えー、開発期間なのですが、えー、あまり長いものでもなかったため、えー、どのように開発を進めるのかという課題も大きかったかと思います、えー、今ご説明させていただいたような課題は開発初期の段階でいくつかあったのですが、まあ、まずはとにかく原作をプレイしてみようということで、えー、開発スタッフ数名で原作のプレイをして感想を出し合いました少し原作の映像も見ていただこうと思います はい、こちらはバトルの映像になるんですけども当時の FF シリーズでは主流であったアクティブタイムバトルとアクションゲームの中間的なバトルスタイルになっており画面左上に存在するパチンコのスロットを彷彿とさせるような運要素を絡めたシステムがすごく画期的なバトルになってますあとイベントシーンの品質の高さにも驚きましたしやはりストーリーがいいという声もスタッフから非常に多かったです 開発スタッフから今お話しさせていただいたようないい意見やここをもっと良くしたいという意見もたくさん上がりましたでえっとスタッフから上がってきた意見をいろいろ見ているとユーザービリティ周りを強化した方がいいのかなという部分が見えてきたところがあります例えばオートセーブとかリトライなどです15年前ものゲームですのでそういった要素の対応は検討した方が良さそうだなと思いましたし あとメモリーやロードの問題でマップや処理が細かく分けられていたりカメラ周りもレールカメラだったりとそのほかにも調整をした方が良さそうな点はいくつか見えてきましたこういった部分はスクエアエニック様からもご意見をいただきながら項目の精査を進めましたでスタッフからの意見の確認を進めていると改めてファンに愛されている作品であるということを再認識しました 開発スタッフの中にも当時原作をプレイしていたスタッフも多くいたのですが当時の感動が記憶にも残っており改めてプレイをした時に同じように感動はしたいですし今だからこそさらによくできる部分もありますのでそういったところも踏まえて出た意見をできる限り反映していきたいというような思いになりましたでですね、えっと、対応した方が良さそうな項目がいろいろと出てきましたので、えっと、社内の方で再密務 森とかもし直すわけなんですけども、開発期間は変わるわけではないというところですね。なので、どこに力を割くべきか、どういった判断基準を持つべきかをより明確にして、スタッフ全員が同じ意識を持てるように、プロジェクトを進行することが重要だというふうに考えました。ここまでご説明させていただいた内容としては、開発の課題がいくつかありましたが、 最も重要にしたいのはファン待望の作品であるということ原作に込められた思いを大切にしたいということでしたいろいろと調べたりスクエアニック様にヒアリングをしていると原作は誰もが結末を知る運命を物語化するというところから始まっているということで FF7 の前日短が描かれている作品になりますので クライスコア・ファイナルファンタジー7の結末はすでに決まっているところから開発が始まっていますですのでその結末に向けて主人公であるザックスの生涯人間ドラマを楽しめるゲームでストーリーが最重要視されている作品であるということを確認しましたで実際にプレイをしていると原作にはストーリーを楽しめる要素がゲーム中に散りばめられています そういった要素がバトルにもありますし感動のエンディングへと紐付づいてたりもしますのでその部分を強化していくことが作品の魅力を引き出すことになるというような考えを持ちましたつまりはザックスの物語に沿ったゲーム体験を強化していくということでザックスとプレイヤーが物語を通して共に成長できるゲームデザインになるのではないかということまた ストーリーを感じられる要素がバトルにも含まれていますのでその部分をより分かりやすくすることに重点を置きながら開発を進めることにしましたえではどういった部分で強化を行ったのかその一部をエミの方から説明させてもらいますはい、えー、企画スタッフが目標とするリユニオンのコンセプトとして、えー、ザックスとプレイヤーの成長端を描くというものをまず最初に据えました で最重要項目として捉えたビジュアルの強化レベルデザインの再設計難易度の再構築に向けて取り組みを開始しましたもちろん原作にあるものだけでなく強化するのに必要と考えた新しい仕様もいろいろ追加してますはじめにザックスの成長要素についてですまずは原作に習ってセカンドファーストバスターソード入手と 進行に合わせたモデルのビジュアル変化っていうのを踏襲しました見た目の変化に合わせて表情とか立ち振る舞いの変化がイベントシーンから感じられるようにもなってますリユニオンからの新要素としてリザルトボーナスやキルアスピルといった新しいシステムを実装しましたバスターソードを入手した後は構えと攻撃という新たなセントアクションを増やしたり あとはバスターソードそのものの熟練度を鍛えるという要素も追加してますシナリオの進行に伴って変化するザックスのソルジャーとしての立ち位置とか心情に合わせてゲーム要件を解放していきユーザーのテンションカーブをできるだけ下げずに最後まで駆け抜けられるような工夫というのを行いました一方プレイヤーの成長ですユーザーにはゲーム側が設定した課題をクリアしていってもらうという点を重視しました 1>, 1章では基本操作の学習2章では敵の弱点属性を知ってもらう3章では敵の攻撃の前隙や後隙を学習4章ではガードの有用性を理解そして5章には4章までに学んだことを総動員する必要のあるボス戦を待ち受けさせています1から4章に設定した課題を順を追ってこなしてもらうために敵の配置とかパラメーター新しいアクションの追加などを行いました そしてこれら課題を解決することができれば気持ちよく敵が倒せてテンポよくバトルが進むようにリデザインしましたリユニオンで最も重要視したのはボス戦でボス戦はそれまでの章で学んだ総復習戦となること画像,のボス画像のボスはザックスの成長と強くリンクするキャラクターになります原作の時から行ってきた攻撃やアクションをリユニオンではさらに尖らせたり 新しいアクションを追加してプレイヤーを翻弄するようにしてます次にストーリーに連動するバトルシステムについてです冒頭に説明もありましたがバトル中画面の左上でスロットが常に回ってますこのスロットをデジタルマインドウェーブ DMW と呼びますこれはザックスの精神と記憶が投影されたクライシスコア独自の戦闘評価システムになります ここに表示されるキャラクターの絵柄や数字が揃うことでプレイヤーにさまざまな恩恵が発生します DMW にはストーリーの状況に合わせて変動する感情値というパラメーターが存在しますこの数字が上昇,する上昇するとキャラクターの絵が揃いやすくなって絵柄が揃ったキャラクターのリミット技を使えるようになります他にも数字が揃うことで一定時間無敵になったり MP を消費せずに魔法が使えたり まあザックス自身のレベルが上がったりなどさまざまな恩恵を受けることができますスロットのリーチ演出でバトル中でしか見れないイベントシーンというのも多々あったりします登場キャラクターに絡んだ要素に対してもビジュアル面での強化を行いましたこれらの要素を強化することがゲーム体験の向上となり感動のエンディングの感動へとつながっていくことを念頭に置きながら制作を進めていきました他にも、えー、追加 強化要素はいくつかあるんですけども開発の良きタイミングで定期的にゲームをチェックし出た意見をもとにスクエアニック様と強化や追加すべき内容を議論しながら進行しました初期の実装予定だった項目から中期そして後期へとたくさんの項目が強化されていきました プレイチェックをして意見を集めて進行するということはスタッフ自身からの意見が一番重要でそれが開発の力そのものを強めていくものだと感じています開発の中で大切にしたことのまとめになりますが原作の思いを大切にし作品の魅力をより引き出しユーザーが快適に楽しめる作品となるよう開発を心がけましたでは次にアンリアルエンジンを使用し これらの要素をどのように短期間で移植新規実装を行ったのかに触れていきたいと思いますはいそれではここから UE4 を活用したリユニオン開発と題しましてアンリアルエンジン4を活用し本作がどのように開発されたかをご紹介させていただきます本作はリマスターベースの開発でありながらグラフィックは一新されてより美しくバトルシステムはオリジナルの楽しさをそのままに 操作性が向上しより遊びやすくなっていますそんな進化を遂げたこのタイトルを開発するにあたって開発方針を次のように定めましたまず1つ目は原作の処理をベースに実装になります原作はとても多くのユーザーに愛されているタイトルになりますのでそのユーザー体験を大きく変えないように忠実に再現することを重視しました その上で開発コストも抑えるために原作の処理をベースに実装することにしました開発方針の2つ目は本作での新規要素は有意で実装になりますグラフィックを含め今作の新規要素に関しては効率よく開発を進めるために有意で実装することにしました続いて実装方針ですが1つ目はベースとなるゲームロジックは原作の処理を使用になります 開発方針でもご説明した通り原作の処理をベースにするために原作のプログラムを完全移植し PSP の処理がそのまま UE 上で動くようにしましたそのためスクリプトをブループリントに置き換えたり当たり判定の処理を作り変えるといったことは行っていません実装方針の2つ目は原作の描画処理を UE の描画システムに変更になります一般的なリマスタータイトルの開発では 原作の描画処理をエミュレートして実装することが多いですが本作はグラフィック品質の向上と UE のエディター機能を使用するために原作の描画処理をエミュレートするのではなく UE の描画システムに置き換えることにしましたイメージとしては UE をゲームエンジンとしてではなくグラフィックエンジンとして使用する感じですそれでは開発の流れについて説明していきますこちらは 開発期間をざっくりと線表にしたものになりますが大きく分けて移植フェーズと新規実装調整フェーズに分かれています移植フェーズの作業内容は丸 ① 原作プログラムの移植丸 ②UE の描画システムに変更になりますこのフェーズはプログラマーのみの作業になりますので先行して対応を進めました次は新規実装調整フェーズになります 作業内容は三、今作のアセットに差し替えと四、新規実装調整になりますそれではここから一から四の各作業内容について解説いたします原作の PSP の処理が UE 上で動くようにプログラムの修正を行いました PSP と UE で使用されるプログラム言語は C' プラになりますが PSP のプログラムには PSP 固有の処理が入っていたりコンパイラーが異なるためそのままソースコードを移してもビルドエラーが出てしまいますそのビルドエラーを取るためにプログラムを修正する必要がありますが直接 UE の環境に移行させようとすると大量のエラーが出てしまいますので一度 Windows のコンソールアプリに移植した後 UE に移植するようにしました 今回初めて UE への移植を行ったのですが想像していたよりも容易に移植することができましたその理由の一つとして UE で C プラが使える点が大きいと思います過去のタイトルの多くは C プラで作られていますので移植開発において UE を使用する選択肢は大いにあると感じました移植の作業内容についても軽くご紹介します Windows コンソールアプリの移植ですが ままずはじめに、32bit 環境でビルドエラーをを修正する作業を行いました。PSP は 32bit 環境 UE は 64bit 環境になりますので最終的には 64bit 環境で動作するように修正を行う必要がありますがビルドエラーの修正と 64bit 対応の修正を同時に行うのは作業難易度が上がるため先に 32bit 環境でビルドエラーの修正を行いました。 次に Windows 用のファイル読み込みとキー入力処理を実装してビルドエラーの修正に問題ないことを確認した後に64ビット対応を行いました右の画像が Windows のコンソールアプリ上で PSP の処理を動かした際のものになります画面処理をカットしていますのでログだけの状態ですが冒頭シーンのメッセージが表示されて PSP の処理が動いていることが確認できます ちなみにこの状態でもログを見ながらボタンを連打することでバトルもプレイすることができていました。次に先ほど修正した Windows コンソールアプリのプログラムを UE に移植しました。作業内容としては専用のアクターを用意しそのアクターの TIC からメイン関数を呼び出すようにしたりゲームのメインループから UE に処理を返す対応などを行い UE 上でも PSP の処理が動くようにしました。 これで原作プログラムの移植が完了となります移植フェーズの丸2、u e の描画システムに変更原作のパラメータを UE に渡しそのパラメータを元に UE のシステムで描画するようにしましたまずはじめに原作のモデルやモーションのバイナリファイルを解析し 3D モデルの汎用フォーマットである FBX ファイルに変換して UE のアセットとして登録します 次にアセットの読み込み処理を実装しました原作のモデルやモーションなどのリソース読み込み関数内で対応するアセットを読み込みハンドルを受け取ります例として右の図の「c r e a t e c h a r が原作プログラムのキャラクター生成関数になりますモデル ID を UE に渡すことでモデルアセットがロードされその結果としてハンドルを受け取り原作プログラム側でハンドルを保持します 次にパラメータの反映処理を実装しました原作の座標やモーションなどの設定関数内で先ほど受け取ったハンドルを介してアセットに原作のパラメータを設定します右の図ですとセットポジションが座標設定関数セットモーションがモーション設定関数になりそれぞれ座標とモーション ID を渡してアセットのパラメータを変更しています それらの対応を行ったのがこちらの動画になります。先ほどの6しか表示されていなかった画面にモデルが表示されるようになっています。ここで表示されているモデルは PSP のデータをアセット化したもので原作のプログラムによって制御されています。移植が完了している状態になりますのでこの段階でエンディングまでプレイできるようになっていました。これで移植フェーズは完了となります。次に 新規実装調整フェーズに入ります ③ コンサクトのアセットに差し替え先ほどお見せした動画のモデルは PSP のものになりますのでそれをコンサク用のアセットに差し替えますこちらの動画はその時のものになりますご覧のように見た目が大きく向上しましたがアセットを置き換えただけでは当初想定していたクオリティには達しませんでしたのでさらなる品質向上のためにカット単位での細かな調整を行うことにしました マル四、新規実装調整。今作はさまざまな新規実装や調整を行っていますが。本公演では、イベントとバトルに絞って、ご紹介させていただきます。まずはイベントです。先ほど、アセットを差し替えただけでは、望むクオリティに達しなかったため。カット単位での、細かな調整が必要になったと話しましたが。その調整方法に、シーケンサーを使用することにしました。その調整の仕方ですが。 スクリプトに合わせてシーケンサーを同時に再生するようにしライティングやポストプロセスエフェクトなどの調整をシーケンサーで行えるようにしましたイメージとしてはこのような形になりますスクリプトは原作のものをそのまま利用しておりキャラクターの制御やセリフの設定などを行っていますシーケンサーではライティングなどの設定をしておりスクリプトと同時に再生する実装になっています イベントの尺に関してはスクリプト側で管理しています。基本的にスクリプトとシーケンサーの尺は同じようになるようにしています。しかしキー入力処理が入るイベントの場合スクリプトはキー入力待ちで止まりますがシーケンサーは止まらないため先に終わってしまいます。その場合はシーケンサーの最終フレームの状態を維持するようにしています。シーケンサーで調整するといってもイベントはスクリプトで動いているため シーケンスデータがありませんのでスクリプトから生成するツールを作成しましたツールの処理の流れはまずスクリプトを実行した際にモデルやモーションの情報カメラの座標などを CSV に出力しますそしてその CSV の情報をもとにシーケンサーのトラックデータを生成するといった流れになりますシーケンサーとは別にスクリプトでもイベントを調整する機能を用意しましたその理由ですが すべてのイベントにシーケンスデータを用意し調整するには膨大な工数がかかるからです。シーケンサーと比べて調整できる内容は限定的になりますが簡単に調整できるようにしました。しかしスクリプトは修正後変換し再読み込みを行う必要があり、シーケンサーのようにイベントを確認しながらの調整ができません。そこでエディターで画面を確認しながら 詳細パネルで編集した値をスクリプトのパラメータとして出力するツールを作成しましたそのツールの調整方法ですがまずエディターでゲームを起動し調整したいシーンまで進めてツールを起動します次に追加するライトを選択しますシーンにライトが追加されますので詳細パネルからパラメータを調整します ライト以外にも DOF や Bloom などの設定も可能です。調整完了後、ファイル出力ボタンを押すと、調整したパラメータが JSON ファイルに出力され、スクリプトから参照されるという流れになります。シーケンサーやスクリプトのツールを使用して調整したイベントがこちらになります。左が調整前、右が調整後になります。ライティングやポストプロセス。 エフェクトなどが追加されてグラフィック品質が大きく向上しているのが確認できるかと思いますこのようにしてイベントの調整を行いました以上でイベントの解説は終了となります次はバトルの解説になりますのでエミと交代しますはい、えー、ここからはバトルを中心とした話に移りたいと思います えー、バ,トルはバトルで対応したものはたくさんあるんですが本講演の中で話せそうなトピックっていうのを抜粋してきました、えー、カメラキャラクターのアクションポストプロセスシェーダーアニメーションキャラクターのアニメーション,アニメーション制御となります、えー、まずはカメラです原作から大きく変わった点として、えー、レールカメラがフリーカメラになりユーザーがカメラを自由に操作できるようになりました 左が原作右がリユニオンで同じステージのバトルを映したものになりますキャラクターのアクションに合わせてカメラに補正を入れました背景データは現場のものを利用したんですが背景が狭かったので壁との衝突を防いだり狭いエリアを広く見せるためにさまざまな補正の対応を行いましたカメラを制御するパラメーターをデータテーブル化しアーティストや企画スタッフでも編集できるようにしました 画像に映っているものは中でもよく触った代表的なパラメーターや制御点の一部になりますバトルごとマップごとに狙った絵作りですねあとは戦いやすい環境を作るためにパラメータ設定をプリセット化しシチュエーションに合わせて呼び出しました画像は序盤に出てくるボスバトルにおけるレイアウトになりますでこれは参章に登場するバハムートです いずれも全身が画面の中に収まるように距離とかアングルを変えたカメラのデフォルトプリセットを用意して呼び分けを行っています続いてキャラクターアクションですリユニオンではより操作感を向上させたアクションゲームを目指すために通常攻撃アビリティ魔法などのアクションがスムーズにつながって一連のコンボのように見えるようモーションや繊維処理を強化しました これはザックスの衝撃のデータになりますスムーズにアクションをつなげるためにモーションデータをアセット化しスクリプトで制御されていた機能を通知に置き換えてエディターで微調整を行いました実際に使用した通知機能の一部ですが紹介します例えば画面対し攻撃対象に追従するようにキャラクターの角度に補正をかけたりとかアクションに合わせてキャラクターの表情を変更したりだとか あと画面右側ですね、プレイヤーのボタン入力受付関係では攻撃、回避、ガードアイテム、移動などさまざまな通知をアクションごとに細かく分けてそれぞれ個別に設定していきました次にポストプロセスですバトルではシーケンサを用いてポストプロセスをちょっとしたエッセンスとして使用していますブラーでヒット感の強化を図ったり 戦闘終了時にカラーグレーディングで強めに画面の色を飛ばしたりスローやストップといった状態異常時にサチュレーションで画面全体のサイドを落としたりなどを行いました次にシェーダーアニメーションです全身を光らせるなどして見た目にバフデバフ効果がかかっていることを分かりやすくしました特に バフ効果については冒頭にお話しした DMW のシステムと密接に連動するものになってます DMW は数字が揃うとプレイヤーが無敵になったり MP を消費せずに魔法が打てたりといったバフ効果が自動でかかりますプレイヤーがそういった恩恵を受けたことがバトルをしている最中でもしっかりと認識できるようにかつこの表現がバトルを阻害しないように注意をしながら実装を行いました シェーダー表現はフロー、ライン、リングの大きく3つの表現に対してリム、フリッカー、フリップ、マルチカラーを組み合わせパラメータの調整を行うことで表現を作りましたこちらは左から氷、雷、火の弱点をつかれた時のキャラクターのシェーダーアニメーションになりますこのように先ほど紹介したこれですねこれの組み合わせとパラメータの調整でキャラクターのすべての表現を用意しました これらのシェーダーアニメーションはアニメーションシーケンスのカーブエディターを使ってすべてのマ,ラマテリアルパラメーターを直接アニメーションシーケンス上から制御できるようにエンジンの改造を行いましたなぜアニメーションシーケンスでマテリアルを操作したかったのかについてですがプレインエディターを介さずリアルタイムにシェーダーアニメーションの調整と確認を行いたかった点また作成した表現を他のキャラでも流用したかったという点になります 理想はアニメーション作業が行いやすいシーケンサーを用いてシェーダーアニメーションを作成しその情報を外部に出力したものをまあ独自のシェーダーアニメーションアセットとして利用できるといいという話も上がってたんですがコストとか開発期間の兼ね合いでアンリアルエンジンの既存機能をベースに条件を満たせるものとしてアニメーションシーケンスの機能を活用するという判断に至りました次になぜエンジン改造を行ったのかですが もともとある機能だとカラー値 RGB を個別に操作できなかったのでエンジン改造を行うことでカーブで操作できるようにする必要がありました最終的には加算アニメーションで他キャラクターに適応し異なる骨構造のキャラクターにも同じ表現を施すことができるようになりました最後にキャラクターのアニメーション制御についてです 本作のアニメーション制御はアニメーションブループリントを用いずに原作の仕組みで大半を実装しましたなぜそのような判断をしたのかについてですが理由の一つ目、えー、原作のアニメーション制御をできるだけそのまま再現したかったという点です原作処理の中でアニメーションに関するさまざまな制御がなされてましてそれをアニメーションブループリントを用いた、えー、新しい処理の中で再現するのにかかる 時間とかコス,トのコストの検討っていうのが開発初,開発初期になかなかつかなかったということが挙げられます理由2つ目として手動でのマージとかクックなどにかかる時間を短縮したかったという点になります以前社内で稼働していた別の UE を用いたプロジェクトではアニメーションブループリントを中心に開発していたんですが手動マージとかクックにそれなりに時間を要してしまっていたため 本作ではそのの部分の時短を図りたいといいとう思いがありましたただ、えー、判断に踏み切った大きな理由は先ほど挙げたこちら A であり B の理由はどちらかというと原作実装のまま進めることによって得られる副次的な効果への期待となりますアニメーションブループリントを用いずに原作実装のまま運用したことで得られたメリットとしてはキャラクターごとにブループリントを用意して作成して、えー、調整する手間がない点で アニメーションブループリントとして保存していないので複数人が触っても競合とか待ちっていうのが発生しないという点あとはクック時間がかからなくて拡張が比較的容易に行えるという点になります一方デメリットとしては UE を用いないためどうしてもイテレーションが低下してトライアンドエラーに時間がかかってしまいますそしてアニメーションノードのつなげ方を全てプログラムで書く必要があるのでどうしても煩雑なソースコードとなってしまい 可読性の低いコードになってしまったということです。トライアンドエラーに時間がかかる点については。初めにアニメーションブループリントで構成を行ってから、実装後に、実装時に C プラで実装することで回避したというふうに聞いてます。で可読性の低いコードになりがちという点については、まあ細やかにコメントを書くなどして、何とか対応していたということです。続いて最適化の話に移ります。 それではここから本作で行った最適化の事例についてご紹介します。目次はこちらになります。なお、本作の開発と本講演の資料作成にウィンタークラウンワークスの石野さんと梶井さんにご協力いただきました。改めて感謝いたします。それでは本題に入ります。まず最適化の一つ目はエフェクトのオーバードロー対策になります。大量にエフェクトを発生させると 半透明のポリゴンが重なりオーバードローが増えることで処理負荷が高くなってしまいますアルファ値が小さく視認性の低いポリゴンを描画しないようにしてオーバードローを減らし処理負荷を下げた事例についてご紹介しますなおこの対策の手法をプロジェクト内ではフェードカリングと呼んでいました左側の画像はオーバードローの対策前のゲーム画面になります画面全体に煙のエフェクトがかかっています この時のののオーバーーバドローを表示したのが右側の画像になりますこの画面はポリゴンの重なり具合を視覚化したもので青色の箇所が最も重なりが少なく白色の箇所が最も重なりが多くなっていますこちらの画像では画面中央が真っ白になり大量のポリゴンが重なっていることが確認できますちなみにこのエフェクトは減少用のもので効果がはっきりわかるようにあえてポリゴンが重なるようにしたデータになります 次にに対策後の画面になります。左側の画像は先ほどと同じシーン同じエフェクトを使用した画像になりますがほとんど見た目は変わらないかと思います。しかし右側のオーバードローの画面を見ていただくと画面中央の真っ白だった箇所がなくなり全体的に青くポリゴンの重なりが減ったことが確認できます。ここのののの対策の仕組みについてですが、この検証用の煙エフェクトは、 大量の半透明ポリゴンを重ねて表現してていいるたためオーバーバドローが高くなっていましたしかし煙のポリゴンは時間経過でアルファ値を減少させて薄くなる設定のため描画してもほとんど見えないものが多くありましたそこでアルファ値が一定以下のポリゴンを描画しないようにすることでオーバードローを下げることができましたその描画するかどうかの判定方法ですがアニメーションアルファとカメラフェードのアルファを かけ合わせた結果のアルファ値と式位置とを比較して判定していますアルファ値が式位置以下の場合ポリゴンの頂点をカメラ位置に集約させニアークリップでピクセルシェーダーが走らないようにしています式位置はゲーム全体で一括で設定するグローバルな値とマテリアルごとに個別に設定する値を用意しました実際に実装したブループリントがこちらになりますアクアクがアルファ値 青枠が色位置になりますアルファ値が色位置より小さい場合緑枠のカメラ位置の座標を頂点に設定することでニアクリップによりピクセルシェーダーが走らなくなります煙や雪などの画面の広い範囲に大量の半透明ポリゴンが重なるエフェクトにはとても効果がありました仕組み自体も単純で色位置のみの調整で済みますのでシーンを限定すれば エフェクトを作り変えるより、コースを抑えつつ、処理負荷を下げることができます。最適化の二つ目は、髪の毛のちらつき対策になります。髪の毛のディザリングと、TA、T. A. A. テンポラルアンチエージングは相性が悪く。右側の動画の髪の毛の部分。特に拡大している箇所を見ていただくと分かるように、ちらつきが発生していたため。その対策を行いました。また。 そそののの対策により処理負荷が増加しししたたため、最適化をを行いままで、事例をご紹介します。なおこの対策の手法をプロジェクト内では「スタック・トランスルーセント」と呼んでいました髪の毛を普通に描画しようとすると半透明ポリゴンが大量に重なるため処理負荷が高くなってしまうのでニザリングで描画しすることにしましたしかしニザリングを使用すると左側の画像のように髪の毛が穴だらけになってしまいます そこでアンチリアス今作では TA をかけることで右側の画像のように自然な見た目にすることができましたただしこれは静止画の時であって動きがあると先ほどお見せしたようにちらつきが発生してしまいますこれは TA の仕組みが前のフレームと現在のフレームとの補完になるためディザリングのような穴だらけのものが動くことでちらつきが発生してしまうからですそこで 同じ髪の毛のメッシュを半透明で重ねて描画することによりディザリングで穴になっている部分が半透明のメッシュによって保管されてちらつきが解消されましたまた蛇着になっている箇所に半透明のメッシュを重ねることでアンチエリアスの効果が出たり髪の毛の量をアルファ値で調整できるといったメリットもありましたちなみにメッシュが完全に重なる部分はアーティファクトが発生するためデプスペイトで消す対応を入れています 仕組みについては単純でまず対象キャラのメッシュに半透明のレンダリング用のマテリアルを追加しますそして髪の毛の描画バッチを作成する際に半透明の描画バッチも作成するようにエンジンを改造しましたこれにより半透明の髪の毛のメッシュが描画されるようになり髪の毛のちらつきがなくなりましたしかし髪の毛のメッシュを二重で描画することになったことで処理負荷が増加しました 処理負荷経験のために2つの対策を行いました。まず1つ目は、震度比較の調整です。通常の震度比較は、近い震度のものも上書きで書き込む設定になっています。右の画像の緑色の箇所が半透明で計算されている場所になるのですが、髪の毛の部分が全て緑色になっています。これは同じ髪の毛のメッシュを不透明と半透明で描いているため、震度が一致しているからです。 髪の毛のメッシュは同一のものになりますのでより大きい震度値の場合のみ更新するようにしましたそれにより右下の画像のように緑色の箇所が減り必要最小限の部分だけレンダリングされるようになって処理負荷を軽減することができました対策の二つ目はフラグで制御ですスタックトランスルーセントの機能をオンオフできるフラグを用意しシーンの状況に合わせて設定しましたフラグは二種類あり 一括で全てのキャラクターの設定を切り替えるコンソール変数とキャラクターごとに設定を切り替えるスケルタルメッシュコンポーネントのフラグを用意しました。これらの対応によりディザリングと TA を併用した状態でも髪の毛のちらつきを抑えることができました。ここからは朝野の方から説明してもらいます。はい、えー、次はイベントシーンの処理付加対応になります、えー。まずグラフィック面に関してですが、期間やコスト面の兼ね合いから 全プラットフォームでライティングやシェーダーの設定は極力同じ状態で進めることにしましたただし、処理部化的にもプラットフォーム別で全く同じ見た目を出すことは難しい部分がありましたので印象を統一することをマストに制作を進めました印象を統一するために重要だったことがありますまず一つ目がライトの制限になります 記載しているのはイベント中のものになるのですが背景のキーライト1つとイベントライトが2つになりますキャストシャドウのオンは基本1つまでというルールでやっていました補足として背景によってはキーライト以外のライトが置かれているケースもありますのであくまでイベントで追加するライトは2つまでというところで見ていただければと思いますまずはこのルールを守ってライティングを行ってもらいました 個数による制限をかけていた意図としては、全プラットフォームで印象を維持しつつ、ライトの負荷もむやみに上げすぎたくなかったためです。ですので、基本全プラットフォームでライトの個数や設定は同じになっています。その分、絵作りをする難度が高かった部分があります。もちろん、全プラットフォームで処理負荷が問題なければ追加は OK としていました。スポットライトやポイントライトは影響範囲を狭くすれば、処理負荷も抑えつつ、 絵作りの調整はできますので絶対的に禁止というラインは引かないようにしていました次にプラットフォーム単位によるグラフィックとアクターのオプション設定になりますレベル単位の調整とイベントのカット単位の調整が行える実装をしています最後にシェーダーの部分になります印象を合わせるために基本的には全プラットフォームでシェーダーの処理は同じになるようにしていました 途中、プラットフォーム別で、シェーダーの一部の機能をオフしたりも試したのですが、印象に差異が出てしまうため、できる限り維持する方針となりました。ただ、ハード別で調整を行えた箇所もあります。一つ目は、パラメータを個別にできる箇所は固定にし、そのパラメータが相互作用する計算処理のカット。で、ディティールノーマルのカット。そして、先ほど紹介もありました、スタックトランスルーセントのオンオフですね。 以上が印象を統一する上で重要だった項目となります本講演ではこちらの項目の詳細をお話しできればと思いますまずはレベル単位のグラフィックオプション調整になりますレベルデータの管理に関してはデータテーブルで行っていましたメインレベルの登録ができる場所とサブレベルの登録ができる場所があり それと同じ場所で各レベルごとに記載にあるようなグラフィックオプションの設定を行ってました主にはアンチエリアスとかボリュメトリックフォグなどですねプラットフォーム単位での設定も行えるようにしてもらっていました次にイベントのカット単位の処理負荷調整項目になりますイベント中処理負荷が収まらない場合の対処方法なのですがカット単位で大きく3つの調整を行ってました 1>, 1つ目が背景ライトの制御2つ目がアクターの設定周りの調整3つ目がグラフィックオプションの調整となりますでは背景ライトの制御から順番に説明の方をさせていただきたいと思いますイベント側から背景のライトを制御するにあたりライトのオンオフができるデバッグ機能を用意してもらっていましたそちらの紹介をまずしたいと思います デバッグメニュー内のライト収集というボタンをクリックするとこ、こレベルに配置されているライトの一覧が出てきます。ここからライトのオンオフの切り替えが可能となっています。チェックを切り替えると、今真ん中のライトが点滅していて、今画面左のライトが点滅しているのが分かると思います。ここでえっと実機でこのデバッグメニューで オンオフを見てビジュアルの変化と処理負荷の増減具合の確認を行いイベント中に見た目に影響の少ないライトを特定していましたライトの特定後イベント側から背景ライトを制御するのですが流れとしては該当のライトにコンポーネントを追加してタグを打ち込みシーケンサーに別途ライトを制御できる BP を追加し先ほど設定したタグ名を その BP のパラメータに設定することでレベル内のライトとの紐付けを行いますで詳細パネルでライトの表示非表示設定やキャストシャドウの設定だったりカラー強度などの設定も行えるようにしていましたコントロールする場所を限定的にすることで作業者に対し分かりやすく効率的に設定ができるようにしたかったことと想定外の場所を制御できないようにしておくこと また何か問題が出た際に BP で吸収できるようにこのような制御フローを取っていましたこれらの機能は影のちらつきバグなどの対応にも使用できた点は良かったかなと思います次にキャラクターアクターごとに設定が行えるようにしていた項目です C 検査内のキャラクターの詳細パネルから設定できるように実装されてたんですが まず1つ目が先ほども説明がありました髪のちらつき対策として実装されていたスタックトランスルーセントの設定のオンオフですねで次がカットシーンマテリアルのオンオフ設定こちらの機能ですがバトルの項目で紹介のあったシェーダー機能を全カットした軽量版のマテリアルを適用できる設定になります次に LOD 設定になるのですがデフォルトで適用されている LOD 設定から 変更しても見た目的に問題が出ないケースでただ使用していました例えば後ろ向きのキャラに対してであったり手前でボケているケースなどですね最後にパワーボーンモーションブランになりますこちらはベロシティパラレルでベロシティの書き込みを抑制する処理になっていますこの機能を使用する場合はアンチエイリアスの方にも影響が出てしまい残像っぽさが発生してしまうため カメラが引き気味のカットであまり動いていないキャラクターが複数体いるようなカットでは特に有効でしたいくつかのカットで使用していますこれらの機能はプラットフォーム別の設定ができるように実装してもらっていましたカットの内容次第ですので本当に参考値レベルにしかなりませんが各項目ごとでだいい零0.5ミリセク程度の処理負荷軽減効果がありました次に カッットごとのグラフィックオプション設定になります同じようにシーケンサー内にグラフィックオプションの調整ができる BP を追加すると右側の詳細パネルに一覧が出てきますここで細かく設定を行っていくのですが設定の流れをざっくりとだけご紹介します 詳細オプションの一覧から調整したいグラフィックオプションの項目を開くと設定項目が出てきますこれは一応ボリューメトリック保護の項目なんですけどピンクの部分のプラスマークを押すとプラットフォーム単位でパラメーターが追加できるようになっており制御を分けたいプラットフォーム分追加を行いますそしてプラットフォームの指定を行ってパラメーターの設定を行っています基本的にはこのような流れで設定の方を行ってました よく使用していた項目としてはこれぐらいのパラメーターになるのですがその中でもこの3つの項目の見た目の際を少し確認していければと思いますまずボリュメトリックフォグのオンオフになりますオンとオフでこれぐらいの際が出てきますはい次にリフレクトエンバンドスカイになります フル解像度とハーフ解像度での見た目の異を見ていただければと思います。引きで見ると結構な変化量がありますがカットによってはハーフにしても問題ないケースも多々あります。またオフでも問題ないケースもありました。別のシーンのケースでも見てみたいと思います。こちらのシーンでのフル解像度とハーフ解像度の際は地面付近が微妙に変化する程度で 先ほどのシーンよりも差異が少なくなっていることがわかるかと思いますこういった差異が少ない箇所では積極的に設定の変更を行っていました次にスクリーンスペースリフレクションになりますこちらは品質設定のミディアム、ロー、オフの変化度合いになるのですがセフィロスの後ろの壁の反射具合に変化が起こっていますこちらの設定もシーンによって許容できる範囲で設定の方を切り替えていました 今ご確認いただいたグラフィックオプションが上の3点になるのですが各項目でそれぞれ1ミリセック程度マックスでそれぐらいですねそれぐらいの処理負荷軽減効果がありましたもちろんカットやハードにより効果には幅があります その他にも設定していた項目がありますので軽くご紹介したいと思いますまずはエフェクトトランスルーセンシーレゾリューションですね主にエフェクトのアルファの解像度を落とす機能でプリセットを用意して対策が打てるカットに仕込んだりしていました次がマスクドトゥオペイクという機能になるのですがこちらはプレパス描画時とシャドウ描画時にマスクドとなっているマテリアルはピクセルシェーダーが走り重いため 機能有効時には強制的にピクセルシェーダーをフェッチしないように切り替えることでオペイクと同等な動作になる機能になります事前にマテリアルへの仕込みが要りますがリユニオンではマスク度となっているマテリアルが多かったこともあり効果的な機能ではありました次のカットシーンマテリアルの項目は先ほどキャラ単体で設定していたものをご紹介しましたがカット全体に対して一括設定を行うものになります 最後は DOF になります本プロジェクトでは g a t h d o f を使用していました見た目はデフォルトの DOF より少し落ちる部分はありますが通常の DOF より軽量な部分がありました紙のエッジ際や DOF の値を強めたりすると品質の差が顕著に出てくることが多かった部分は少し使いづらい部分もありました 以上がカット単位で対策を入れていた主要なな機能になりますあと少し別になるんですけども AMD 社が提供している超解像度技術と呼ばれている FSR も実装しておりましたリユニオンではプラットフォーム別で処理の調整を行っている部分があるんですが処理負荷をそこまで落とすことなくグラフィック全体がシャープになりましたのでこの技術は取り入れることができてよかったなと思います 画面右の特定部分をアップした絵を見ていただけると適用時の効果が分かりやすいかと思いますちょっともしかすると見えにくいかもしれないですけどもはい、ね、次に処理負荷の対策フローに少し触れたいと思います途中でも補足を入れさせてもらってましたがカットの状況により使用できる対策と効果は異なってきますのでより的確に対策を打ち込むためのフローとして処理負荷班の方でまずプロファイルを取り 対策方法のピッックアップをままず行ってもらいますそしてアーティストが見た目のチェックをしながら対策を打ち込み再計測という流れで行っていきました最適化の終わりにリユニオンで重要だったと思う重要だったと思う項目,を項目のまとめになります今回ご紹介させていただいた各機能は全プラットフォームで品質を維持しながらも見た目の印象を統一するために必須の機能でありました ただ、本講演では述べていないのですが、最も重要なことは、これらの対策を打ち込む前に、基本的な対策が、基本的な最適化がしっかりと行われていることが前提だと思っています。そこがおろそかなまま、このような対策を打ち込むのは、非常に効率が悪いです。 実際にそういった部分もプロジェクトの中期あたりからウィンタークラウンワークさも含め処理不可犯とアーティスト側で作業を分担し対策を進めていたことがスムーズに最適化を行っていけた秘訣だと思っていますまたプラットフォーム別の設定やデバッグ機能の豊富さも豊富さなども含めさまざまなケースに対応できる実装になっていたことは助かる部分が多くありました以上で最適化項目に関しては終わりとなり本セッションも以上となります えー、スクエアエニックス様とトウセが、えー、クライスコアファイナルファンタジー7リユニオンの開発に対して、えー、どのように取り組み、えー、リマスターを超えるタイトルになったのかということと、えー、アンリアルエンジンを用いた移植開発において、えー、皆様の参考になる部分が少しでもあると幸いです、えー、まだゲームをプレイしたことがない方はこれを機にぜひ相当購入して遊んでいただけると嬉しいですご清聴の方うありがとうございましたありがとうございました はいいくつかこれこれ、ね、質疑応答いただいてましてキャラクターモデルなどの原作のデータ構造はどれぐらい利用していたのでしょうかというところではい、えー、っとそうですねキャラに関しては、えーま、骨構造ですかね骨構造に関しては、えー、ほぼほぼそのまま利用し,てしつつ、えー、っと指の骨とかが。 えっと、基本的になかっったのので、えっと、そこの追加は行ってますあと揺れ物のボーンとかもあのちょっとやっぱり硬さをそのままだと硬く感じたのでそういった部分は追加を行っていますね、えー、っとあとはあの結構原作の T ポーズに、えー、っと今回の,あのハイメッシュにした、えー、モデルの T ポーズっていうのは厳密になるべく合わせるようにしていますそこはちょっと狂って 最初の方、そ,うです、ね、そこがちょっと狂ってまして、えー、と少しでもずれてると,、えー、と現場のモーションを流し込んだときに、えー、ポーズの印象が結構変わってしまったんですね。なのでそこに関しては、えー、とできるだけ原作のモデルの T ポーズに沿うような形で、えー、調整はしてたりもします。はい、そんなとところですね、はい、あ,あ,とそうですねあとフェイシャルのに関しても 基本的には、えっと、原作のままですなので、まあ、最近のタイトルの顔のボーン数でいうとかなり少なめになっていて PSP の頃のデータなので骨もかなりテクニカルな入れ方をされてますでフェイシャルのモーションデータとかも基本的には、えっと、PSP 版のやつをそのまま流し込んで、えっと、実装の方していますもちろんあのカットによっては重要なシーンとかは調整したりとかもあるんですけども なんか一番自分の中で驚きだったのが本当にそこの部分で PSP の,のフェイシャルのデータそのまま使ってもあんまりね違和感ないんだというかそのまま使えるんだというのはえっと実装していたあのチームの方も結構驚きは大きかったです、まあ、それだけ PSP 版のまあ原作のフェイシャルモーションのまあ質が高かったんだなというふうにえ感じたところはありましたはい、そんなところですかね。最後でででもうう時間があれなんであそうですねはい、はい ありがとうございました。これで講演を終わらせていただきます。ありがとうございました。